ねえねえ、まつりさん。何？すごく唐突に大事な話をするんですけど、うん、今日はゲストで福山マスターさん来てます。え、じゃあせっかくだからさ、聞きたいこと聞こうよ。嫌な予感しかしないんですけども、大丈夫なんですかこれ。まず最初に聞きたいことを聞こうと思うんですけど、うん、マスターさん、僕たちとどうしたら友達になれますか？え、友達じゃなかったんですか？え、いやいやいや、そんな目で見ないでよ。てか、逆にどうしたら友達になれるか考えたこととかってあるの？いや、わかんないから聞いてんのにさ。ね、いやいや、そんな息臭い感じになんなよ。じゃあさ、うん、例えばなんか丸々したら友達になれるとか基準とかってあるの？そうですね、お金をもらうとか。けっす。いやー、わかる。まあね、確かに私は相手の弱みを握ったらとかかな。いや、ゲスよ、お二人さん。ちょっと、あ、じゃあ、うん、相手の名前のタトゥーを肩に入れるとかどうですか？いやいや、おかしいおかしい、どうしてそうなったの、意味わかんないよ。いや、じゃあ、うん、相手の背後を取れるようになったらとか。いや、怖い、メンヘラかよ、怖すぎるよ、本当に。強いじゃないよ。いや、そんなんじゃ無理でしょ、さすがに。嫌われるわ、逆に。はぁ、まあ、要するにお互いのことをよく知るってことが一番いいと思う。うん、でもまずはあんたらの場合はもっと相手との会話を弾ませられるようにならないと思う。うん、なんで、どういうこと？いや、なるほど。例えば、うん、昨日何食べたって聞いて、うん、目玉焼きって返されたらどうする？そうか、ね、そういうこと。で、まあ、そこでね、まあ、なんか目玉焼きにはソースとか醤油とか、うん、卵好きなのとか、うん、なんか返答に対して何か質問をできるように意識すると自然と会話も弾むから、うん、なんか自然に相手のことを知れるようにまあなるじゃないですか。なるほど。目玉焼きでそんな話すことないよね。いや、だから例え話だから。じゃあ試しに練習、まずはスイさんから、うん、僕は何も質問しないからどんどん会話広げてみて。はい、マスター。はい、最寄り駅ってどこですか？え、なんつって、最寄り駅。あ、おかじゃない、違う。ここカット。全部載せとけます。公開。そうか、わかりました。いや、知れてきた気がする。あ、じゃあもう一つ、はいはい、年収っておいくらですか？年収は、ちょっと、それはまずい。大事ですよ。それはまずいけども、まあ、大事。いや、大事だけども、なんだろうな、夢壊したいような感じが。いや、なんだろうな、大丈夫かこれ。よし、じゃあ、まつりちゃん。じゃあマスター、はい、マスターはお風呂の入浴剤は何が好きですか？入浴剤、ああ、うん、まともだ、うん、入浴剤入れてないな、そういえば。うーん、つまんないね、なんか面白くないね。いや、じゃあ次。じゃあマスターってお金どのぐらい貯め込んでますか？ちょっとおかしいよ、ゲスくなってる、だんだんと。ねえ、気になるし、お金大事だよね、生産。ねえ、そうですよ、うん、やばいな、あんたら本当に。どうしよう。いや、思ったよりやばくて心配になってきた。じゃあ、あれですか、僕たちとは友達になれないですか？よそ者は敬礼。いや、そうだ。いや、違う、こんなことしなくても友達だから。二人がそう思ってなくても僕はちゃんと友達と思ってるから。お、やった。口だけだよ。おい、こら、そんな目やめろ。これは怪しいですぜ、せいさん。ですね。